い、ですね、今回はねプロスピノーリアタイやっていこうかなと思っております。ということでやっていきましょう。特にね目的はないのでね。でもね、まあ一つ言うとすれば、最近ね達人と当たることが多くなった。こういう感じでね、達人に勝って常人に負けるっていうね珍現象が発生している私なんで、そういう感じでやっていこうかなと思っております。ということでね、先発は山本、相手も山本、相手の山本論が強いと。まあね、山本はね、まあね慣れておりますので、まあ私しっかりとやっていきましょう。相手はお外、広角出てないからよしよし。そう、モスター相手にはモスター相手の配球があると。もうちょっとね傾向を掴んできたっつうか、あのねモサだと配球で勝つみたいな感じで、常人にはねなんか球速で勝つみたいな感じがあるのかなと個人的には思ってんね。運ゲーですね、運ゲーです。よーし、オッケー、やい、ナイス、アタちゃん、いいっすね、抑えてるよ。そうだからモサには配球で勝つと、自分がやられて嫌な配球を相手にもやると、そういう感じです。あ、甘かった。あー、さあさあさあ、こちらの攻撃でございます。さあさあやっていきましょう。はえ、マジで、マジで、え、それありなの？相手ミスってない？変えるよな、さすがに。え、変えないのこれ。ちょ、ルイ出たい、絶対ルイ出たい。よし、これ来たの。あー、やばっ、ルイ出たいって、ルイ出たすぎる。これはこのキャッチャーはねルイに出たすぎますね。引っ張り警戒ってことはあかん。あー、やばいやばい、ちょ、ルイ出たいって、ルイ出たいって、絶対ルイ出たい、絶対ルイ出たい、絶対にルイ出たいって。ボール、あー、ポンポン、あ、ポンポン、よし、ラッキーラッキーラッキーパンチ。さあ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 、ルイに出よう、ルイに出よう。さあさあさあ、何が来るんでしょうか。ボール、よしよし。相手はね私立吉信なんで、ツーシームが D。 ボール、よしよし、ルイに出たすぎる。お、おお、マジで、よし、あ、無理だ、くそー、ルイに出たかった、ルイに出たかったけど、まあいいでしょう、抑えましょう。さあさあ、あー、変えようか、宮西さんで抑えます。さあ A ランクでも抑えられるってとこ見せてやりましょう。はい、降格、はい、降格。さあさあさあ、空甘い、甘いじゃない、考えが甘い、うん、安直すぎたね。さあさあさあ、よし、え、絶対うまくいくなよ、甘い、いや切れる、よしよし、いい、パワーヒだね、パワーヒってるねこれ。さあさあ、ここでスクリューと、ねえ、ちょっとね、ちょっとね、甘かったね。ここでスラブ、甘くいくなよ、オッケーオッケー、よし、あと一個、あと一個、外、よしよし、広角出てない、えぐろえぐろえぐって、よしよし、もう一回いきましょう、えぐいて、よっしゃーよっしゃー、達人1位に勝った。いや、相手メルセデスはあかんでしょう、あかんということで、もう達人キラーなんですけど、常人に弱くなってるんですよね、なんでか知らねえけど、なんでか知らねえけど、よし、初手ツーベースはでかいで、最近私ね、あー、大ピンチレベル 1? これは犯罪です、うん、私ね夏休みに突入しましたので、よし、ちょっと話させてくれ、うん、そう、私大学生、春休みに突入したので、ちょっとね編集頑張れるようにね。おー、メルセデスいけるねこれ、うん、え、ちょ、何やってんの、え、交代ですか。ちょっとこれはね、世間は許してクリアせんねこれは。で、そう、私大学生になりましたので、今のプレイがねアホすぎてね、ちょっと、うん、
大学生になりましたので、大学生になってんだよもう、春休みになりましたので、ちょっとね4月まで休みが取れると、だからかなりね動画編集に割く時間が増えるというか、まあ嬉しい限りなんですけど、なのでちょっとねプロスピはねちょっと編集頑張ろうかなと思って、こっちの先発ピッチャーは柳さんと、柳選手もね、そうこいつもね、こいつって言ってダメだ、この選手もねなかなかの猛者殺しで、モスターはいけても、その低ランク帯にやられる傾向がございますので、おー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 、うん、って感じなんで、どうなのかと。なんで、もう一生進化とこのチェンジアップの使い分けなんですけど、なんとかなるかなと。うん、でそう話の続きなんですけど、だから編集頑張ろうかなと。でお前パワープロのリアタイもちょっと編集やれよって思うんですけど、言う人もいると思うんですけど、あのねパワープロのリアタイね、ちょっとバックグラウンドミュージックが流れていて応援歌が流れないんで、なんていうか編集っていうか SE 効果音をねつけるのに向かないんですよね、向いてないんで、そこはねカット編集だけでどうにかって感じなんですけど、プロスピの方はねもうちょっと、まあ YouTuber らしいことやろうかなと。お豆ミートでも希望がないわ。サードゴロです。よーし、足遅い。まさかスリーボールから、そうスリーボールからボール球振らないだろ理論最強っすね。ということで最後の試合いきましょう。はい、と菅野美穂、あかんわ、あ無理だ、あかん、よーし、はあかん、はい、3試合目負けたんでおかわりです、おかわり、勝てやいいんだっていうね、勝って締めたい私でございます。相手の先発は青柳さんでございます。打たれる人には打たれるこの青柳さん、僕は打てないっす。やっていきましょう。まあ人によっちゃ打てる、まあ結局ね使い方次第なんですよね、この人見られる人はね打たれちゃうんで。ボール、よしよし。さあ、なので、まあ、見事に先陣を切っていきましょうと。ボール、よしよし。いいぞ、いいぞ。よし、落ちた。あ、ストライクすぎる。おー、危ねえ。さあ、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 行きましょう。あかん。あかん。よし、落ちた。さあさあさあ、こっから始まります。佐野、 SANO、 佐野、おー、今のはフェアやんけ。はあ、よし、落ちるだろこれ。よし、よし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 、回れ回れ、よしよし、いいっすね。源田さん、源田さんで決めようか。あ、変えんの、これ得の次第では変えちゃおうかな。あ、敬遠してくれんの、ありがとう。これ源田さん変えなくて済んだ、よしよし。あだっちゃんに決めてもらいましょう。こんな時のヒーロー沢さん、よし、源田さんを変えなかったんでね、うん、おかげで広沢さんが出せましたと。ふう、怖え。進塁打でいいんだよ、進塁打で。おちょんと打てばいいんだよ。よっしゃあ、んたはそこだよ、もう帰ろう、もうベンチ帰れ、もうベンチ帰れ、もう落ちないよなこれ。よし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 、帰ろう。ビエラ、さあさあ、2種系じゃなくてね、いきなり速球系が来たら打てねえでしょってことで、ビエラ、広角出んの、ずりーよ、広角はずりーよ。よしよし、いいっすね、もうそれでいい、それでいい。でここで縦すら、よしよしよし、もう想像してなかったでしょ。よし、ここでスプリット、曲がんねえんでこれ入ります。あぶねえ。でここで、ね、張ってると思うんだよな、速い球張ってるんでカットボール甘い。よし、ゲッツーだろこれ。よっしゃ、え、何タッチし、あでもタイピン出た、よしよし。なんかもういろいろガバガバなんだよなこれ、ただタイピン出たんで許されます。よし、最強っすわ。さあさあさあ、ここで打っちゃいましょう。
もちろん代打は宗佑磨、松井裕樹か。松井裕樹はね、わかんないわ。あ、でもライドラで、よし、ライドラ出た。ライドラ出たなら、まだ可能性はある。さあ、どうする？ボール、よしよし。フォーク、縦スラめっちゃ曲がんな、こいつ。あ、いや、スライダーか。そうそう、フォークスライダー。フォークスライダー、スラーブカーブ、カットボール、サークルチェンジだったっけ？めっちゃあるやん。うお、スレスレ。さあさあさあ、決めちゃいましょう。よし、これはおじゃし上がった。ということで、ご視聴ありがとうございました。